アイテム番号 SCP-725JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-725JP はサイト8154の標準的収容ロッカーに保管されます。実験のために取り出す際はセキュリティクリアランス2以上の職員が立ち会ってください。保管されていない間は、実験に関わる D クラス職員を除き、3歳以上17歳以下の女性を遮蔽物なしで10メートル以内に接近させないでください。実験にあたっては、発生した人格とのコミュニケーション及びパニックの鎮静化のため、言語学を専門とする職員が立ち会って発生した人格の使用する言語を特定し、その言語の話者が通訳を行うか。話者が存在しない場合は当該言語の知識を持つ者による筆談を行うようにしてください。なお、実験に携わる D クラス職員は少年院から構成が困難な17歳以下の女性を確保して使用するものとします。プロトコル更新。現在、サイト管理者の許可なく実験を行うことは禁止されています。サイト8154管理者の通達を参照してください。説明 SCP-725JP はティアラを模した女児向け玩具と、それを着用した者に対して発生する異常性です。SCP-725JP は外見上は銀とダイヤ、ルビーを使用した本物のティアラと区別がつきません。触感も金属及び宝石のような硬質なものですが、成分分析の結果、全体がポリ塩化ビニルで作られており、特性や比重もポリ塩化ビニルのものであることが判明しています。SCP-725JP を破壊する試みは、どのような状態からでも24時間以内に再生することにより成功していません。SCP-725JP を3歳以上17歳以下の女性が頭部に着用すると、着用者の人格は別人のものに置き換わります。発生する別人格は毎回異なるものとなりますが、いずれの場合も実在した、あるいはしたと推測される現在個人である王女、皇太子妃、領主や族長の娘等のものとなることが判明しています。別人格は着用者の頭部から SCP-725JP が取り除かれない限り永続的に置き換わったままですが、着用者の頭部から SCP-725JP が取り除かれた場合、即座に人格は着用者のものと入れ替わり、同時に着用者は該当する人格が死亡したとされるのと同じ状況で死亡します。発生した別人格とのコミュニケーションは可能ですが、人格が置き換わった時点で大抵の場合状況の把握ができておらず、パニック状態にあるケースが多いことに留意してください。別人格の使用する言語は着用者の人種や使用言語に関わらず人格の元となった人物の使用していた言語であり、また声紋鑑定を行った場合も人格の元となった人物と同一のものであるという結果が出ます。ただしあくまで、人格、であり、別人格が本来いた時代より後の時代の知識を知った状態で SCP-725JP を着用者から取り外しても過去改変等は生じないことが判明しています。現在別人格は収容に至った事案での出現を含めて6つの人格が確認されており、それぞれ SCP-725JP、A から F に指定されています。SCP-725JP は2000年7月、日、滋賀県、市にて、5歳の娘が自宅で突然英語でわめき立てたかと思うと胸と頭から血を出して倒れた。という119番通報を財団エージェントが傍受したことが発見に繋がりました。当初犠牲となった少女、サラの母親である、沙織による虐待の可能性があるとして警察から事情聴取を受けていましたが、司法解剖の結果死因は極めて強く胸部と頭部を打ったことによるものであり1。母親一人では不可能なこと、母親がその時の様子を動画に撮影していたことから嫌疑は晴れました。財団が母親の撮影した動画を分析した結果、少女の喋っていた英語は流暢なイギリス英語であり、声紋鑑定の結果、フルダイアナ元皇太子妃の声と一致することが判明し、少女が死亡する直前に着用していたティアラを模した玩具が原因の可能性があるとして回収、調査の結果 SCP オブジェクトであると断定、SCP-725JP に指定しました。インタビュー記録1、2000年7月15日。対象、沙織氏、インタビュアー、博士。録音開始。博士それでは、お嬢さんが亡くなった時のことを話していただけますか？沙織はい、あの日はちょうど娘、サラの誕生日でした。サラは、が好きで、私もお姫様になりたいって以前からずっと言ってました。だから誕生日には何かそれらしいものをあげたいと思っていたんですが、ちょうどいいものが見つからず、別の品物を用意してたんです。
そしたら誕生日の3日ほど前に知人の、さんって人がせっかくだからっておもちゃの王冠をくれたんです。博士その、氏というのはどういう関係の方なんですか？沙織は別れた夫の知り合いでおもちゃの卸売りをしている人です。夫と離婚した後も色々と世話になった人で、サラと二人で今までやってこれたのは、さんのおかげでした。博士なるほど。沙織ここ3ヶ月くらい音沙汰がなかったのですが、不意に訪ねてきまして。それで、取引先が倒産した際に引き取ってきたものだけど置いてても処分するしかないのでよければ、って。おもちゃとは思えないくらいよくできた王冠で、母親の私でも欲しくなるくらい綺麗でした。博士その王冠を娘さんに誕生日にプレゼントとしてあげたのですね。沙織はい。サラも箱から出した瞬間一目で気に入ったようで、今までで一番の笑顔で、ママ、ありがとう。かぶってもいい？って。だから私、スマホで動画を撮りながら言ったんです。お姫様になったサラをママに見せてちょうだい。って。そしたら、対象は同国し始める。落ち着くまでインタビューは30分間中断した。博士落ち着きましたか？沙織はい、すみません。博士辛いかもしれませんが重要なことですので。沙織はい、大丈夫です、多分。博士では、続きを。沙織、あの王冠をかぶった途端、サラの表情が見たこともないこわばったものになって、そして突然英語でわめき出して。私びっくりして、でもどうしたらいいかわからなくって、あの子の肩を持って揺さぶっちゃったんです。そしたら、あの王冠がサラの頭から取れて、その瞬間まるで何かにぶつかったようにサラの体がビクン。って跳ねて、血が、対象はおえつを漏らす。博士それで119番に電話された、と。沙織病院に着いた時にはサラはもう、対象は再び同国し始める。博士、しばらくの沈黙、インタビューを終了します。録音終了。この聴取の後、すべての関係者に記憶処理を施しました。なお、財団の調査の結果、ガングトニアの男性である、氏は SCP-725JP の発見の3ヶ月前から行方不明となっていることが判明しています。3ヶ月前に氏が県内の山林で発見。発見された身元不明の遺体が、氏であることが判明しました。死因は自殺であることが判明しています。以下は SCP-725JP を D クラス職員に着用させた実験記録です。SCP-725JP 着用実験記録。実験記録 725JP、1、日付2000年7月17日。着用対象 D-19735、16歳、女性。変更後の人格近代ロシア語を話す10代後半と思われる女性。SCP-725JP、B に指定。結果 SCP-725JP を着用後、D-19735 の人格は SCP-725JP、B と入れ替わった。SCP-725JP、B は困惑した様子を見せ、ロシア語で実験担当士やニココハドコか、と尋ねた。療養所の診察室であるという虚偽の説明をして蘇生を尋ねた結果、名前をアナスタシア、ニコライナ、ロマノアと名乗った。インタビュー中、SCP-725JP、B は頭部の SCP-725JP を気にしだし、おそらく意識せずに外した。その瞬間人格は元に戻り、D-19735 は崩れ落ちるように倒れた。インタビュー担当者である、博士により医療班が呼ばれるもすでに死亡していた。D-19735 の遺体からは複数の銃創と頭部への打撃の跡が発見された。分析 SCP-725JP、B はロシア最後の皇帝ニコライ2世の四女アナスタシアの人格で間違いないと思われます。実験記録 725JP、2、日付2000年7月25日。着用対象 D-19736、18歳、女性。変更後の人格 N、A。結果人格の変化は見られなかった。分析人格の変更が見られるのは17歳までに限られるようです。実験記録 725JP、3、日付2000年7月28日。着用対象 D-19737、17歳、男性。変更後の人格 N、A、結果人格の変化は見られなかった。分析着用者が男性の場合も人格の変更は発生しないようです。実験記録 725JP、4、日付2000年8月1日。着用対象 D-19738、16歳、女性。
変更後の人格おそらくフルノルウェー語と推測される言語を話す推定年齢23歳の幼女。SCP-725JP、C に指定。結果 SCP-725JP を着用後、D-19738 の人格は SCP-725JP、C と入れ替わった。SCP-725JP、C は周囲を見回した後パニック状態で泣きわめいた。その際 SCP-725JP が外れ、人格は元に戻る。D-19738 は乗り物酔いに似た症状を訴え、嘔吐を繰り返す。医療班が即座に治療を行うも症状の緩和は一切見られず、10分後に脱水症状で死亡。死因は極度の乗り物酔いを原因とする嘔吐による脱水症状と推測される。分析 D-19738 の死亡時の状況と映像記録から解析した SCP-725JP、C の使用言語から判断するに、後のスコットランド女王である、ノルウェーの乙女、マーガレットではないかと思われます。実験記録 725JP、5、日付2000年8月9日。着用対象 D-19739、17歳、女性。変更後の人格古風な日本語を話す10代前半と推測される少女。SCP-725JP、D に指定。結果 SCP-725JP を着用後、D-19739 の人格は SCP-725JP、D と入れ替わった。SCP-725JP、D は状況に困惑しながらも、実験担当者に説明を求めた。これは明晰夢であるとの虚偽の説明と、頭部につけた SCP-725JP は外さないように、という指示をして蘇生を尋ねたところ、名前を今と名乗った。インタビュー終了後、SCP-725JP を外れないよう固定した上で標準人型収容室に収容した。翌日再度インタビューを行った後、SCP-725JP を取り外した。SCP-725JP、D は消失し、D-19739 は頭部が切断されて死亡した。分析今とはおそらく安土桃山時代の武将、最上義満の次女、駒姫のことだと思われます。実験記録 725JP、6、日付2000年8月15日。着用対象 D-19740、17歳、女性。変更後の人格ラコタ語を話す10代から30代と推定される女性。SCP-725JP、E に指定。結果 SCP-725JP を着用後、D-19740 の人格は SCP-725JP、E と入れ替わった。SCP-725JP、E は興奮状態ではめきたて、インタビュー担当者である、博士に殴りかかった。即座に保安要員が取り押さえようとするが、SCP-725JP、E は武装した保安要員4人を素手で無力化し、なおも、博士に襲いかかった。博士がとっさに突き出した手が SCP-725JP を頭上から叩き落とし、結果人格は元に戻る。D-19740 は体に突如発生した重曹から出血して死亡。重曹は解剖の結果、スプリングフィールド M18734 によるものだと判明。なお、博士は全治2週間の怪我を負ったものの命に別状はなし。分析 SCP-725JP、E が何者なのかは不明です。これまでの傾向からしておそらく宗教の娘だと推測されますが、インディアンは合議制であり宗教は指導者ではなく調停者であるため宗教の娘をプリンセスとするのは間違いですが、SCP-725JP を作った何者かは誤解している可能性があります。実験記録 725JP、7、日付2000年9月4日。着用対象 D-19741、16歳、女性。変更後の人格不明。SCP-725JP、F に指定。結果 SCP-725JP を着用後、D-19741 の人格が SCP-725JP、F に置き換わる。SCP-725JP、F は未知の言語で話し始め、実験室の壁を不明な方法で破壊して逃走。収容違反が発生したことを受けて保安要員が追跡、サイト8154第3エリア廊下にて狙撃で D-19741 の頭部から SCP-725JP を除去、SCP-725JP、F は消失。D-19741 は削除済み。分析使用していた言語について、言語学や音響工学の専門家、医師による調査の結果、人類には発音不可能であることだけが判明しています。実験 725JP、7の後、サイト8154管理者から以下の勧告がなされました。
これ以上の SCP-725-JP を使用した実験を行わないよう通達する。SCP-725-JP の実験には17歳以下の女性 B クラス職員という特殊な職員を使用することに加え、現時点で全員が死亡している。SCP-725-JP の特性及び収容方法の調査はこれまでの実験で十分であるはずだ。どのような人格が発生するかという知的好奇心を満たすためにこれ以上実験を行うことは D クラス職員の浪費であると言わざるを得ない。もし今後実験を行う必要が出た場合は私の許可を得るように。許可のない実験を行った場合は懲戒処分の対象となる。サイト8154管理者。これにより、以降の実験は原則として禁止されます。ホイ SCP-725-JP が入っていたと思われるパッケージに以下の文章が記載されていました。綺麗なドレスを着たお姫様になりたいって憧れは女の子なら誰だって持ってるよね。そんな夢見る女の子に博士が送る、博士のプリンセスなりキリティアラ。これをつければ今日から君もお姫様、みんなが羨ましがる素敵なプリンセスになれちゃうぞ。さあ、君も、博士のプリンセスなりキリティアラ、をつけて素敵なプリンセスの仲間入り、女の子の夢を叶えちゃおう。楽しもう、楽しもうね。男の子のための誰でも王様になれる、博士のキングなりキリクラウン、もよろしく。保護者の方へこの商品にはとんがった部品があります。小さなお子様が使用されるときは必ず近くで見守ってあげてください。この記述を受け、同様の性質を持つオブジェクトが他にも存在するとみて現在調査を行っています。